やりました、おめでとうございます。おめでとう。巨人がね、はい、今日広島で、うん、優勝を決めました。これようやくと言っていいんでしょうかね。まあ本当に長旅というか、まあ、ここに書いてあるけども、うん、ね、本当にもつれたしね、このね、まあどうなるかわからなかったけども、ね、まあ最高ですということで、ね、もうお決まりのね、はい、もうこの言葉が出ました。そうだよ。で4年ぶり39度目、はい、39回だから ね、 ね、で優勝おめでとうということで、はい、ね、まあ小久保監督に続き、はいはい、安倍監督も就任1年目で、ね、優勝を達成するというね、本当に、まあ史上22人目ということでなりますか ね、 ね、はい、で141試合目に到達。これ残り2試合というところで、まあそうだね、はい、まあ長旅だったなっていうふうには思うけども、まあねえ、まあすごかったね。ソフトバンクは一人旅、はい、巨人はこれはもう長旅と言っていいでしょうね。まあそうだね、はい、まあ阿部監督はね、うん、優勝を決めて、はい、勝利監督インタビュー、優勝監督インタビューに、うん、まあ臨んだんだけども、最初は最高ですということで ね、 本当にそうですよ、まあ、もうこれ正直な気持ちでしょうね、まあ、本当に本当にね、うん、まあ最高ですってみんなヒーローインタビューでいろいろ言ってるけども、うん、まあやっぱこう新之助安倍監督が、うん、まあ一番かな、一番浸透してるというかね、浸透してるというか、安倍監督のなんかフレーズみたいな、まあ言い出しっぺみたいな、うん、まあそんな感じで最高ですって何回も言わすんじゃないよって、ね、釘を刺しながらでも、はい、はい、まあただやっぱね辛い時期とか、はい、まあいろんなことを回想し、まあ原監督のね、うん、話になった時にまあ涙ぐむというね。うん、その時にちょうどね、うん、偶然なんだけども原監督が YouTube に出てくれるっていうんで、はい、東京ドーム行ったんだよね、うんうん、そしたら何年前、まあ、何年前だったかな、まあ、最初の方でね、うん、安倍監督、うん、まあ、今現監督が、うん、まあ、選手を引退するという、うん、で急に発表になったからどうなったんだろうと思って、まあ、原監督に聞いたら、うん、いや新之助をねぜひとも指導者にしたいと、うん、で俺が元気なうちに、まあ、政権の下で勉強させたいなということで、うん、まあ新之助も納得してくれたんだと、なるほど、いうようなことでね、レールが引かれてたのよ。まあただ選手を引退するっていうことに関してはそこがポイントになった時期だったんですかね。いや、まあ、それでやっぱり指導者として、うん、やっぱ若い指導に若い選手の指導もしたいというようなことだったんだけども、まあそういうね、まあ、思い出に触れると、まあ、俺もなんか目頭が熱くなるというか、ね、まあ、そういうものがあるし、まあ、大学の後輩でもあるしね、うん、もう本当に誇りに思う。ねえ、ね、でキャンプ、今年のキャンプに行った時にどうするんだって、うん、いやレギュラーが決まってないと、ね、レギュラーが決まってるのは坂本、うん、ね、門脇ぐらいだと、ね、まあ岡本か、うんうん、あとはね、うん、岡本、いやだけど他はどうなるかは流動的なんですよと。でも開幕カードを見てみると、はい、やっぱね佐々木とかいろいろセンターでスタートした人間が思い通りに働けず、うん、でショートの門脇もね、はい、やっぱちょっと苦しんでちょっと変えられたとかいろいろしたけども、うん、ヘルナンデス、はい、を途中で取ったね、ねえ、外野手を、本当、うん、まあこれでちょっと流れが変わってきたかなっていうね、うんうんうん、まあそれと、うん、まあいろんなバントを多くやってみたりだとか、うん、いろんな試行錯誤をしながら、うん、まあ野球を進めていったけど、うん、でもそういうことも大事なんだと、うん、で負けててビハインドの時に初球は打つなというようなこともすごく大事な野球なんだよね、うん、だから阿部監督っていうのはやっぱり野球をよく知ってる、でやっぱり流れ、まあ、キャッチャーだから流れっていうのはすごく大切にしたと思うんだけども、うん、そういう流れをできるだけ渡さないように、できるだけこっちに引き込もうとする采配、これはねやっぱ見事だったと思うな、うん、もうなんかね、やっぱキャッチャー出身の監督ということで、はい、ちょっともうまあ独特な采配というかね、他ではあんまり見ないような
シーンもあったかなと思うんですけど、うん、まあそうだね、うん、ただやっぱこう厳しかったよね、うん、いろんなことに厳しかったと思うし、はい、やっぱ若手に対しての当たりもきつかったと思うんだよね、うん、でもそれはやっぱ将来的にやっぱ絶対プラスになるような当たり方もしてるし声かけもしてるしね、うん、でもこれはやっぱ胸に刻んどくと将来自分の財産になるようなことをやっぱり言ってきたと思う、うん、それとやっぱこう強烈にやっぱり印象残ってるのは阪神巨人戦ね、甲子園の、はい、もうやっぱ今年の大一番と言ってもいい、まあ一勝一敗で結果的に終わったんだけども、この間の、はい、第一戦、うん、ね、やっぱ坂本が全くダメだった。そうですね、ね、うん、で坂本も責任を感じる、うん、まあしかし2試合目その坂本を大事な場面で使った、うん、これは阿部監督がもう坂本と心中じゃなくて坂本と勝負だったんだよね。なるほど。お前ここで打たないとね、巨人の優勝はないぞって、お前のまだチームだろっていうような背中の押し方をした。でもう坂本も隼人もやっぱもうね、もうここで打たないともう俺は終わりだぐらいのつもりで言ってたと思うんだよね、うん、その勝負に阿部監督も勝ったし坂本も勝ったというね、うん、あれがやっぱりね、あの優勝へ近づけたよ、うんうん、で今日岡田監督とちょっと話をした、はい、今日ね、豊さん阪神の試合ね、はい、神宮行ってましたから、うん、まあそしたら、うん、言ってた岡田監督も、うん、あの2試合目落としたことが全てだって、うん、だから昨日負けたとか昨日サヨナラ食らったとかそんなことよりもあそこでジャイアンツを叩けなかったっていうのがもう今回のね、まあ、今回の優勝を逃したという、まあ、最大の原因だっつってた。やっぱりそれほどね、やっぱりもともと重要な試合だということはね、分かっていたんですけれども、まあね、はい、だからまああれが一番のクライマックスだったかなっていうふうに思うのと、うん、平田ヘッドコーチ、はい、ね、中央にやられましたと、はい、ね、まあすごく嬉しかったな、うん、ね、うん、嬉しかった、うん、初めてね、うん、中央出身者で、うん、多分優勝したと思うし、はい、多分ね俺の記憶が正しければ豊さんの記憶の中でね、はい、うん、でまたジャイアンツというね厳しい世界に入ってまた優勝を勝ち取ったって、うん、で戦力的に今年の戦力的に見ても、うん、ジャイアンツの優勝って輝かしく39度あると思うんだけども、これね1部リーグ合わせると48度目らしいんですけどね、はいはい、48度目ね、うん、はい、まあだけどなんていうのか戦力的に、うん、俺はなんか一番揃ってなくて優勝したのかなっていう、うん、だからものすごく印象的なのは、うん、やっぱこう若手を使いながらね、うんうんうん、まあ特に浅野ね、この活躍はね、うん、を使いながら優勝に導いた、うん、また経験をさせながら、うん、導いていったっていうのはね、うん、まあすごい手腕があったなっていうふうに思うね、うんうん、ね、まあなあこれね優勝って、うん、まあ岡田監督も言ってたけど、うんうん、まあ今年はジャイアンツにやられたというふうには言ってたけどもね、うん、もうなんかこう今年のジャイアンツにとってはねこう坂本選手も一度ね2軍に行ったりっていうような、まあそうだね、ちょっとあんまり今までにはなかったような ね、まあ、そうだね状況もあったりしながら、うん、この優勝も本当に141試合目っていうね、これはもう本当にただね俺ね、うん、思うんだけど、うん、阿部監督は、うん、よく選手を練習の時から見てるなと思った、うん、じゃないとオコエが急に使って、うん、ね、素晴らしいプレーをした、ね、ここのとこ、うん、ああいうことは起きないもん、ね、でファームもしっかり見てるね、うん、浅野はあれだけ使い続ける、うん、ずっと俺はね見てたんだと思うよ、うん、阿部監督は、ね、だからこの使い方っていうのも見事だった、うん、で中山ライト、うん、これも上げてきて大事なところで代打を使ったよ、うん、そしたら打ってくれた、うん、これはねやっぱりずっと見とかないと、うん、
こういうね勘っていうのは働かない、ね、だからね俺はデータというよりも、うん、やっぱ監督の目で優勝したなっていうふうに思うな。なるほど。これは、うん、だから本当に大事なことだよこれは。もう本当ねこの1年目にそれだけのことにやっぱいろんなことに集中してやってっていうことなんですよね。まあ、もうね腹立ったこともたくさんあったと思うけど。いやそりゃね、なかなか勝てない時期もありましたもんね。あったあった、うん、でね点が取れない、うん、何試合2対1とか2点以下だとか、うん、もう言われたことか、うん、まあでも食らいついていくね、うん、姿勢というかまあ岸田っていうのも非常に育ったしね、うん、まあ本当に育てながら勝つというね、うん、まあ見事な野球だったと思うわ、ねうん、まあ阿部監督原監督もね、うん、多分喜んでると思うよ。いや本当ね、うん、なんていうんかな自分が監督にした、うん、自分が指導者に導いた、うん、そういう人間がまた一人ね育ったということはまあ本当に嬉しいだろうね、うんうん、ねまあ本当に今までの優勝で一番嬉しいというね坂本選手のコメントも本当に心からそう思ってるんでしょうしね、うん、そうだねえ本当この優勝はいろいろな思いが詰まっている。いや詰まってるし、うん、もうベテランと若手が本当に融合したね、うん、本当にいいチームを作り上げたし、うん、またなんていうのかなみんなが一生懸命やったね、うんうん、いやその結果だよ、ね、えだから長野だって、まあ、あれだけのベテランをこの大事な時期に大事な試合で差し込んでいくというね、うんうん、だからやっぱこう選手の使い方扱い方若手の扱い方これもね本当に見事に、まあ、融合したというかさ、うんそうじゃないとやっぱこう優勝には導いていけなかったと思うんだよね、うんうん、だから本当に見事な優勝でした、ね、立派な優勝でした、ねね、この優勝をしてクライマックスシリーズがあって日本シリーズもこの先ありますけれどもどうですかねこの今の巨人のチームは。いややっぱ強いと思うよ、ねまあ、優勝したからねやっぱそれは絶対強いよ、うんまあ、だけど短期決戦になるとこれがまた分からないからさ、うん、ただファイナルステージね、うん、東京ドームでできるという地の利があるということは、うんまあ、忘れないでほしいな、ねはい、またねこのあとどういう戦いを見せてくれるのか、まあそうだね、すごく楽しみですけどね、うん、まずは一つの達成ね、うんはしたけどもやっぱ阿部監督の頭の中にはやっぱ日本一というねそういう大仕事が残ってるんで、うん、まだまだね厳しく締めていくと思うけども、うん、まあ頑張ってください ね, ねまあ本当にね後輩だけど誇りに思うわ。本当によく成し遂げたなって思う、うん、ね本当に心からねおめでとう。